よし、じゃあ、じゃん。ある日の土曜日、はい、外は雨。ポエム、ポエム、ポエム。マネージャーできたの。言っていい？ちょっとこの出すんすか？いや、覚えておいてもらわない。いや、そうっすね。おお、もうじゃあこっち、もう自己紹介だよ。言っていいです。言っていい？聞こえない、聞こえない。言っていいです。聞こえた？拾えた？せーの、言っていいです。よし、頼むぞ。はい、オッケー。新マネージャーができたということで、今回はですね、はい、今もうプロ野球界のピッチャー、いろんな変化球、球種が増えてきました。増えましたね、どん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 、だからこの球種に対しての今のこのバッティングっていうのは、どういったのがこの適しているのかと、やっぱ昔と絶対差があると思うんですよ。そこはやっぱり豊かさにこうちょっと聞いていきたい。いろいろ、そう、じゃあまず質問がある。はい、ね、お前ら打席に立ってきたよね。はい、立ってきた。で、フォークがある、スライダーある、はい、カットある、シュートある、まあ、そういうピッチャーがいるじゃない、はい、で、今そういう球種が主じゃない。はい、ね、まっすぐももちろんあるけど、はい、まあ、例えばさ、130キロのフォークと、はい、130キロのスライダーっていうのはどっちがやる？フォークです。フォーク、はい、うん、130ですよね、うん、フォークとスライダー。30だったら結構、お前そんな大したバッターじゃない。考えろ、ここだっか。いや、僕だって打席立ってきてますからね。野球人ですから。おー、すごいね。どっちがやるんだよ。まあ、フォークですかね。そうだろ、はい。俺の考え方ってさ、フォークのあるピッチャーでも縦に落ちるスライダーと横に曲がるスライダーっていう風に、フォークっていう意識は捨ててたんだよ。おー、なるほど。その方が気分的に楽なんだよ。だから120キロ台は縦割れのカーブと一緒だっていう、もう分類しちゃうの、うん、そしたら意外と気持ちは楽なんだよ、考え方。フォークっていう想像のはさ、頭の中で人間って悪いフォークってあんまり思い浮かべないんでしょ。打席に立った時にやっぱこうやって落ちてくるんじゃないかなと思うじゃん、うん、そうそう、思うでしょ。だからそれは捨てる。だからこういう風なカーブなんだっていう、だから今でいうナックルカーブみたいなのが、はい、フォークと同じような分類をしちゃうと意外と楽なんだ。もう自分でそのジャンルを決めちゃうっていうこと。そうそう、うん、確かに球種がもうすごいですもんね今。その球種をその球種としてあんまり考えすぎない方がいい。もう分類しちゃうっていう、自分の中でも大きくじゃないですけど、うん、今の球種とかいうのはスピードがあって変化するよね、はい、それに対してどういうふうなことを考える？やっぱそのタイミングをすぐずらされることもあると思う。だからどういうところで打ったらいい？前です。前だな、前、うん、はい、で俺らの時は引きつけてなんとか反対方向とかさ、はい、引きつけて芝生とかさ、はい、そういうことを考えたんだけど、はい、今はもうね、まっすぐの球も速いし、ポイント前して前さばきじゃないとダメなんだよ。で、前さばきで一番大切なことってなんだ？前さばきができるようになる。だからこれが分かってないとさ、今からちょっと形やるけど、はい、その形が決まってこないんだよ。だから納得しないでしょ。前さばきって言ったってさ、じゃあ、まあポイント前にして単純に打てばいいのか、はい、でも体の使い方があるじゃん、はい、さあ どこをどういう風にすればいいかっていうのが分かってないとさ、納得しないとさ、昔はさ、ボールの体の回転で打てとかさ、いろんなこと言ってたけど、はい、どう思う？いや、自分もそういう風に習ってきてたんで、うん、その特に体の回転で打っていけっていう風にいう指導があったんで、うん、それどう思うかっていうか、まあ、いや、だからそのアレンジしていかないとさ、やっぱり、まあ、やっぱ物って考えていかないと、じゃあ発想で、はい、そうでしょ。お前だからその一つのものしかないわけだよ。だから昔ながらのピッチャーだとそれでも打てるけどさ、もう進化したピッチャー、はい、もうカットは投げる、スプリットは投げる、はい、もう速いボールでパンパン曲げてくる、はい、そんなピッチャー対応できるかじゃん。できないです。できないでしょ、はい、だからどこをどうすればいいっていうふうに想像の中でどうする？腕の使い方とかですかね。お前はやっぱりあんまり大したことないんだっただけに発想が豊かだ。あ、ですか。柔軟性がこういった、お前はね、あのね、人生の中でもね、考え方凝り固まってる。あ、そうですか、はい、だからやっぱり柔軟に考えていかないと、物は、はい、やっぱり時代とともにバッティングもそうだよ、変わってくるわけだから、はい、ね、はい、じゃあやってもらおう。メーター立って、はい、腕を使うにはどうしたらいい？腕を使うに、まあ構えて、はい、構えるよな、はい、腕を使うには単純に足を広げた方がいいか狭めた方がいいか、どっちで？あー、でも広げた方がいいですよ、ね、
だから広げた方がいい。そうですね。こう前にこう違う広げてみ、もう思いっきり広げてみ、もう、はい、極端にやって、はい、そしたら回転するか腰しないです、ね、お前無理やりさせんなよ腕しか使えなくなるんだよ、はい、だから今のバッターはできるだけ重心が低く、うん、もう足幅が多少広くないと打てないということ。お腕を早く使うために回転をし始めたら、はい、左肩どうなる？開きます。開くよな、はい、そこで曲げられたらどうなる？ついていけなくなるよな。そうですね。だって回転するっていうのはもう捉えたっていうところだから、そしたらそこから曲げられたらもうアウトだよ、ね、だから足をできるだけ大きく広げて打てるやつの方がやっぱ確率は良くなる。ああ、なるほどなるほど。だからそれでポイント前で右足かかと、はい、どうしたらいい？じゃあもう回さないです。なんでお前そんなんだよ。お前のバッティング嫌いなんだよ俺が監督だったらお前レギュラーやってないよお前右足に体重残しておいてみ、はい、うん、それでステップしてみ、はい、うん、それでそこで振ってみ、はい、ふお前はくさいなフライボール確認を言ってるこの人どん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 来てんだお前来てないです、来てないです。おう、そう、そうやったら形がいいんだよ。でもこの左足かかと、お前だったら右足かかとがこうやって浮いちゃうと、はい、右肩ってどうなってる？開きます。開くだろ、はい、だからそうできるだけ前にポイントを置いて開かないって言ったらここをもう残しとかなきゃいけないの、うん、そこで前で打つんだ、前で拾っていくんだよ、分かる？最初はそういう形じゃないと打てない、うん、だから考え方は分類して、だからこっちのかかとを上げないように、うん、軸足の前で捉えていく。だから軽くしてもしょうがないんだよ。引きつけてやったらもう打てない。今のバッティングって確かにスタンス広い選手多いっす。多いでしょ。だから重心も低いでしょ、はい、青木なんかこんなんて低いじゃない、はい、坂本だったらものすごく広いだろ、はいはい、鉄だったら広い。最初はこうやって構えてるけど、はい、うん、あの宮崎選手がちょっと狭いイメージなんですけど、あれはね、はい、立ってみ、ここが1ミリも前に行かないんだよ。1ミリ？うん。で、ここで振るんだよ。ここが動かない。そう、ここが絶対動かないんだよ。だから、ボールを引きつけてるように見えるけど、はい、引きつけながら前で振る。だから、で、ここでクラーンと回転できるから、あいつは。はぁ、すごいな。だから、まあ、そういうバッティングをですね、はい、目指してもらいたいと思います。はい、頑張ってください。よし。